者を。テイルスとエクマンのゲームは 3D ロックオンシューティングちゃお。ルールは簡単。どんどん敵を倒しながら進み、最後にあるこのゴールリングに触ればステージクリアちゃお。ランクアップのポイントはズバリロックオンの仕方ちゃお。1回のロックオンでいっぱい敵を倒すとテクニックポイントがたくさんもらえるちゃお。でも体力、画面下にある体力ゲージがゼロになるとミスになってしまうチャオ。体力はリングやアイテムボックスで少しずつ回復するので絶対に取るチャオ。じゃあ次はテイルスとエクマンの専用アクションを教えるチャオ。たくさんの敵をまとめてドカン、それがロックオンホーミング弾チャオ。 B ボタンを押している間照準レーザーが発射されるチャオ。アナログキーでこの照準レーザーをぐるっと回して敵に重ねるとロックオンができるチャオ。敵をロックオンしたら B ボタンを離すだけでホーミング弾発射チャオ。ロックオンは一度にたくさんできるからできるだけいっぱいロックオンしちゃおう。いっぱいロックオンするとテクニックポイントもいっぱいもらえるチャオ。でも一つだけ注意、照準レーザーとロックオンは数秒で消えちゃうから、その前に発射するチャオ。ホーミング弾に並ぶもう一つの武器、それがバルカン砲チャオ。 B ボタンを押すだけで発射できるチャオ。バルカン砲はロックオンできないものを壊すことができるチャオ。最も大切なレベルアップアクション、それがこのホバーリングチャオ。 A ボタンを押し続けるとホバーの力でゆっくりと落ちることができるチャオ。これで遠くまで飛ぶことができたり、穴をゆっくり降りることができるチャオ。 A ボタンを離すと普通に落ちるチャオ。バルカン砲のパワーアップバージョン、これでバルカン砲では壊せなかった鉄のコンテナも壊せるようになるチャオ。これはホーミング弾のパワーアップアイテムチャオ。敵に当たった後爆発が大きく広がるから近くの敵や物まで壊せるようになるチャオ。エッグマンの機体にだけ装着できる合成強化パーツチャオ。体力ゲージが2アップするチャオ。これでステージクリアも楽々チャオ。全部マスターしてハイスコアを目指すチャオ。テイルスとエッグマンの 2P 対戦ゲームを説明するチャオ。ルールは簡単。相手をバンバン攻撃して体力ゲージをゼロにしちゃえば勝ちチャオ。ただしもちろん相手もホーミング弾を撃ってくるから気をつけるチャオ。ホーミング弾はしつこく追いかけてくるから、その時は壁やスプリングで避けるチャオ。うまく相手のホーミング弾を避けながらバンバンロックオンしちゃうチャオ。それともう一つ、 2P 対戦の時にだけ使えるとっておきの必殺技があるチャオ。必殺技はリングを20枚、40枚、60枚集めた時に使えるチャオ。必殺技が使えるようになったら右上にアクションウィンドウが現れるから、その時 B ボタンを押せば使えるチャオ。これで説明終わり。